経路ロズ福岡外環状道路は、福岡県福岡市博多クリュ寺から福岡市内南部を横断して、西区16町に至る国道202号のバイパス道路である。なお、国道202号の道路標識は、方面案内標識上に書かれたものを除いては、2011年の完成共用の時点で沿線には設置されていない。元来は自動車専用道路と、 一般道路の両方からなる、複断面道路全体が、福岡外環状道路と呼称されていた。しかし、自動車専用道路部は、福岡都市高速道路の高速5号線として、建設、管理されることとなったため、現在では、一般道路部のみが、福岡外環状道路と呼称されるに至っている。福岡高速環状線とともに、 その高架下を走る4車線道路として計画された。設計速度は時速50キロメートル。副大トンネルや JR 鹿児島本線、西鉄天神大無田線のアンダーパスなど、沿線外区としては大掛かりな構造も多い。住宅地のアイロも多く、渋滞が激しく幹線道路整備の遅れていた福岡市西部、西南部、中南部、南部、東南部を直結する。 幹線道路として期待され開通した。計画策定は1973年で、本格的な着工は1988年、2011年4月29日に全線開通、全線4車線での共用となっている。現在、最高速度は時速6 0トルとなっており、当初の設計速度を上回っている。福岡外環状道路に沿ってその地下に、 福岡外環状共同校が建設されている。また、城南区七熊西区橋本の区間の地下には、福岡市地下鉄七熊線も通っている。他、現道ではないが、福岡市、近郊市町村の都市計画道路もいくつか、接続される計画となっている。ありがとうございます。